ブブラ寺院はインドネシアのジャワ島中部にあり、プランバナン寺院軍として国際連合教育科学文化機関の世界遺産に登録された寺院遺跡群のあるプランバナン史跡公園にある旧世紀の仏教寺院である。この寺院はより大きなセウ寺院の指導群の一部として構築されたと考えられている。この寺院のかつての名称は不明であるが、地元、 ジャワ人は寺院をチャンデブブラと名付けた。これはジャワ語で廃墟の寺院の意であり、その名はこの寺院の発見当時、高さ2メートルの崩壊した石材の遺構の大山であったことによる。ブブラ、バブラはジャワ語で壊れた、荒廃したの意であり、2011年から2017年にかけて修復されるまで長きにわたり崩壊した状態であった。この寺院は、 8世紀後半から10世紀初頭にかけて、混流されたヒンドゥー教、仏教人遺跡が点在する、ケウ平原に位置する。その中心的な人遺跡である、プランバナン寺院、別名、ロロジョングラン寺院の北北東600メートルにあり、北方300メートルにある、セウ寺院と南方150メートルにあるルンブン寺院の間に位置する。行政区分においては、中部ジャワ州、 クラテン・県プランバ南地区の村ブギサンのビナー、ハムレットに位置している。ブブラ寺院の階段に施されていたマカレの装飾、ブブラ寺院は仏教寺院であり、中部、ジャワ及び東ジャワの一部を支配したコマタラム王国の時代の旧世紀頃に建立された。この寺院は、北方約300メートルに位置するセウ寺院と密接に関係している。ブブラ寺院は、 近隣のセウジーンや、ルンブン寺院の創建と、ほぼ同時代か、セウジーンのやや後に混流されたものと考えられ、サンジーンは共に、仏教マンダラ様式である。セウジーン複合体は、西暦782年のケルラク碑文によると、当初、セイレンドラバムゼタラカである、シャイレンドラ朝の王インドラ、即位名サングラーマダナンジャヤの命により、王子、クマーラ号車が、 文樹菩薩像を混流した。セウジーンの周囲の仏教寺院は、792年のマンジュスリグラ碑文により、後のセウジーンの像を広むとされるマンジュスリグラにおける、マンダラ、バーストプルシャマンダラによる配置を満たす手法の守護寺院として奉建され、ブブラ寺院は、南の前衛寺院として、像を広むされたと考えられる。これにより、ブブラ寺院は、 9世紀初頭には構築されていたものとされている。修復前のブブラ寺院修復後のブブラ寺院10世紀前半の928の929年頃にとが東ジャーに移ると寺院は見捨てられ数世紀のうちに荒廃するとともに地震により崩壊した。ブブラ寺院は近くのプランバナン寺院やセウ寺院の指導軍とともに19世紀初頭に 再発見されるまで廃墟となった。再発見された当時、寺院は崩壊した石の紛糾のような状態になっていたことから、ジャワ語で壊れたの意であるブブラという名称が付けられたとされる。そして20世紀を通して寺院の石材は周辺地域一帯に散乱したままであり、寺院の修復及び復元については何も行われずにいた。1991年、 プランバナン寺院軍として、ブブラ寺院を含めて、国際連合教育科学文化機関の世界遺産に登録され、その後、2011から2017年に寺院の復元がなされた。この修復事業は7期にわたって進められ、110億ルピアを用して、2017年12月14日に完成した。ブブラ寺院は安山岩により構築されている。 基段部はほぼ方形をなしており、東、西面19.6メートル、北面19メートル、南面19.3メートルで、当面に一連の階段を備えた突出した塔門と、入り口がある。指導の壁タイは10メートル四方の屈曲した方形であり、多くの壁岸がある。壁岸は、東正面の入り口の両側2カ所と、壁タイの2カ所、南、北面に、 それぞれ4箇所、西面には6箇所に見られる。このブブラ寺院の指導内には通路及び3メートル四方の内陣がある。寺院の遺書は、西ウ寺院群にあるアピット指道及び南にそう遠くないサジワン寺院に似る。屋根には小型の仏塔が並んでおり、中央に大きな仏塔が構造物の先方としてある。この遺跡が発見された時には寺院は、 もはや大部分が崩壊していたが、その以降からは、阿弥陀如来像10体、阿宿如来像1体、宝生如来像3体など多くの仏像が確認されている。ブブラ寺院は、セウ寺院の南約300メートルの位置にあり、寺院はまさしくマンダラ配置の南の地点にある南方の寺院であり、より大規模なセウ寺院の一部であると言われる。この提言は、マンジュスリグラのマンダラ、 バーストプルシャ・マンダラの東端となるガナジーンと称される、同規模の寺院が東側にあることなどによる。セウジーンの種子道より、北方約300メートルの遺構及び西方約300メートルにあったクロンジーン、チャンディクロンに、キャンディクーローンの遺構も発見されているが、修復するにはあまりに石材が乏しい状態である。しかし、これらにより、ブブラジーンは、 かつて西右寺院の主指導の四方約300メートルの地点に配された4カ所の前衛寺院の一つであり、ブブラ寺院はマンダラ及び方位の概念による南方向の守護寺院であったと、される。ありがとうございます。